天皇は室町時代の皇族。二品四季武教。世襲神皇家、伏見宮第四代当主。貞田草神皇、第二王子。母は、庭田常有の娘、庭田幸子。御花園天皇は、兄。昭降天皇は三重系と、何も冒険にあたる。宮津所は、庭田和有の娘、庭田光子。昭和二十二年に、 公席離脱した旧皇族11宮家のみに限った場合の最も遠い男系共通の祖先である。丁常が3歳の時に兄の彦人が戦争し、将来の新王宣言の可能性が出てきたことから、父の佐賀房新郎はその将来に気を配り、当時の代表的学者であった中原康富を持続として招くなど最大限の配慮を示した。 御花園は、御小松上皇の勇士として即位した経緯から、御小松の生前には、実家の待遇改善には消極的であったが、影響5年に、御小松が死去すると、積極姿勢を示し、二田主方を通じて、手常を元服させた上で親能とし、さらに定房に、上皇の尊号を立てつる意向を伝えた。また、 母である幸子も、影響6年に15歳で三宅に出資させた名の、栄子を育てて、後に、手狐の日とした。文案2年3月16日、関白二条持ち元の果敢によって元服が行われた。ところが、新能宣言は突然中止となり、貞房の抗議に応じて5月20日に、までの工事と貴ふさと、松木総豊が直視として、貞房の元に派遣され、 事情聴取を行った。6月7日には、あらせず、うんくちを理由として、広橋県境と白川正し県が追放されたのである。その内容は不明であるが、両者は、五小松上皇の側近で、佐房に尊号を与えてはならないとする上皇の意匠に従って、尊号宣言に反対していた人々であると考えられており、その前提となる、 定常への新能宣言を延期させる結果に至っていることから、サダフサ、丁、親子と天皇の関係を引き裂くような性質のデマを流したと考えられている。問題が解決した後の6月27日になって、ようやく定常への新能宣言が行われた。翌文案3年3月28日には二品に、女性られ式部教に任じた。 同年8月27日には、貞田夫妻より家領を譲られた。交渉2年8月に後スコーインが死去すると、10月には、テーツネは御花園から後、スコーの門所を代々使用することと、衛生、伏見弁護所と称することを直挙された。これまでも世襲宮家は、複数存在し伏見宮もその一つであったが、新王宣言の保証はなかった。だが、今回の直挙は、 歴代当主に対する新王宣言に対する保障を初めて与えたものであり、これをもって世襲新能家の成立とみなすことが可能である。また、父である、貞ダフサは、陳陽期において、天皇が丁爪親王を有志に迎えることを希望しており、具体的な時期は不明であるものの、これは実現されたようである。和歌や漢詞、書道など様々な芸能に長けた人物であり、 その聖居時には、応仁の乱の最中にもかかわらず、多くの人々からその死を惜しまれたという。母代書は、京都市上京区の小国寺、伏見宮墓地。田村渡る、中原康富と、伏見宮や、松園氏、中世近隣女房の研究 P340.344。ありがとうございます。